百条委員会は、地方自治体の事務に疑惑や不祥事が発覚した際、地方議会が事実関係を調査するため、地方自治法100条に基づき設置する特別委員会。調査権を行使して関係者の出頭や証言、記録の提出を要求できる。これに対し正当な理由なく拒否したり、虚偽の証言をしたりすると禁庫や罰金が科される。 兵庫県の斉藤元彦知事のパワハラ疑惑などが文書で告発された問題では、51年ぶりに県議会に百条委員会が設置された。前回は1973年にポリ塩化ビフェニール汚染問題に関する調査などの目的で開かれた。